このまま奴を抑えるぞ。俺を抑えるか。それは無理な話だ。え？なんで？なんであいつがリンネガンになんだってばよ。さあ、これはどうする。嘘だろ。どうすんだよこんなの。神の力か。まだ諦めの言葉を口にするな。何もせんうちに己を捨てるな。少しでもやれることをやるんじゃぜ。よっ、土影さん。土影のじいちゃん、何しよってんだ。あの隕石を軽くして止める気だ。ドトン超軽銃眼の術。おー、もう少し、もう少しで止められる。うわ、やったのか。すげえ、すげえってばよ、土影のじいちゃん。両天秤の小僧め、少しはやるようになったな。さて、2個目はどうする、大野木。面の男はなぜ己をわざわざマダラと名乗ったのでしょうか。マダラという存在がこの世に生きているのではないか。欺瞞に満ちた存在でもそう思わせておけば世界は恐怖する。その名が力なんだ。その名は注意を引きつけ、みんなを戦争に巻き込むだけの無視できないハッタリになった。大丈夫か、ガーラ。ああ、だが…土影のじいちゃん。大丈夫だ、まだ生きている。重傷だがな。これが陸道仙人の力。素晴らしい。やはり憶測通り、シャリンガンの行き着く先はリンネガンでしたか。俺がこの目を開眼したのは死の少し前だ。兜とか言ったな。この体に何をした。だから言ったでしょう、全盛期以上に仕上げておいたと。だからか。さて、ちらほら生き残りがいるようですね。土影と風影はさすがにしぶとい。どうしますか。